になったみたい。ラミゼルさん、今の覚悟して進んだ方が良さそうね。後に続くぞ。これで終わりだ。
れてやるぜ。そう、覚悟しなさい。ズメイ、お前を倒すことが私の目的。お前は私自身の過去への思いが生み出し、どうしてこんなことに。なんでツメは夢の核を狙いやがったんだ。さっきのグロールが関係してるのかな。どういうこと。さっきね、倒れたツメの中から小さなグロールが出てくるのを見たの。出てきたと思ったらすぐに消えちゃったし。まさかズメイが夢の核を攻撃したの。グロールって何なんだろう。エルビーラもわからないんだよね。うん、本当にどんな魔物なけど、もし本当にグロールが関係してるとしたら、前に私の剣、他の魔物に取り付く魔物。その件は後で考えましょう。今は夢の核をな。エルビーラ、すぐに夢の核の修復を。ダメ、私、なんで。夢の核を作ったのはエルビーラ様なんでしょ。私ができるのは新しく夢の核を作ることよ。なら新しいもの作って置き直せばいいさ。できるけど、このひびの入った、すげ替えた瞬間に何が起きるか。私にも、
なりたい。あ、もう一度一つに。この大地壊したくない。そっか、あなたたちもまだ諦めたくないよね。ソフィー、なんとかしてみせる。私がこの夢の核を直してみせる。そんなの無理よ。夢の核は普通の道具じゃないのよ。それでも絶対に直してみせる。この子たちだってみんな諦めてない。みんな元に戻りたいと思ってる。素材の声、夢の核のかけらが言ってるんですね。元の姿に戻りたいと。うん、だから私が絶対に直してみせる。私にはもうどうすることけど、ソフィーがやってみるって言うなら。ありがとう。それじゃあここに落ちてるかけらを拾って。よし、これなら。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。よーし、街に活気が感じられません。ちょっと待ってろ。おい、あんた一体何があったんだ。おい、どうした。はあ、俺は、あ、疲れた。どりゃ、どう。ソフィー、町長のところへ急ごう。とにかく現状を把握せねば。わかりました。カティさんのお店にいればいいんですけど。どこに向かいますか。よし、行こう。が普通じゃないわ。私たちがいない間に何があったの。町が大量のグロールに襲撃されたんです。グロールに。なんてことだ。それで被害の方は。詳しい話はノーム、お願いします。はい、町への被害はほぼないと言っていいでしょう。用心棒の方たちと町長が前線に立ってグロールと戦ってくれたので。あんたが戦ったのかよ。有事の際に先頭に立って指揮を取るのは指導者として当然の。おかげで
グロールの大軍は町の入り口付近で抑え込むことに成功しました。ただ何匹かは町の中へ逃げ込んでしまい、それにより住民が襲われたという報告も受けています。その人たちは無事なの？襲われたショックのせいでしょうか。こちらが話しかけても反応を返さないくらい無気力な状態になってしまっているんです。それならさっきも一人見たぜ。そうか、そんなことになってやがったのか。一応同じ症状の住民はそこまで多くないわ。問題はそれを治す方法がわからないことよ。薬でぞ。くそ、私たちが町を離れている間に。こちらの報告は以上です。夢の核にはヒビが入ってた。なんですって？放っておけばあの辺りの大地が消えるわ。そんな、大地が消え、ほらみんな、そんな暗い顔しない。まだ諦めるには早いでしょ。だってまだ何も終わってないんだから。そうですね、まだ希望はの。実は町を襲撃に来たグロールの一匹を捕獲し、グロールを捕獲。謎の魔物だからね。戦うにしてもまずは情報が必要でしょ。カティの言う通り、今は少しでもグロールについて知ることが大切ですからね。なるほど。こちらも夢の核の修復をソフィーがやってくれることになりました。ソフィーが？うん、夢の核のかけらたちが言ってたの。元の姿に戻りたいって言っていた。夢の核、素材の核。え？プラフト、わかりません。なぜ私は急に。なんであれ、やばい状況なのに変わりはないけど、ちゃんと希望も残ってる。なら今はその希望を武器にやれることをやっちゃいましょう。そうですね、グロールの方は我々が調べます。なのでソフィー、夢、もちろん絶対に直してみせるよ。信じてますよ。それじゃあやることも決まったことだし、始めるとしましょう。うん、エルデビーゲとロイテールに暮らすみんな。